じゃこんにちは。まあいろいろ聞いてきたけど、はい、あ面白いね。そうですか。やっぱ長くやってるだけあるわなんかね、こう枝葉が面白い、うん、だからすごく味があるなと思って、やっぱり人それぞれなんか野球感がありますからね、うん、で、調子いい方でしょ、今日の喋り今日最近喋ってなかった久々に喋りたいな、なるほどね。まあバッテリー組んでてさ、はい、まあバッテリー賞とかいろいろあるじゃない、はい、あれ何バッテリー賞だったっけ。最優秀バッテリー賞。あ、そうだね、はい、それ何回受賞したの。佐々木さんと1回、川上健進と2回、4回だったんですね。その中で、まあベストナインと同じような括りになるかもわからないけども、はい、しげちゃんから見てベストのバッテリー、うん、3組挙げてほしいんだよまあもちろん自分でも自分が入っててもいいし、はいはい、このバッテリーは鉄板だったなっていう、こいつとこいつが組んだらもうやっぱちょっと最強だったなとか、なんかそういうバッテリー、バッテリーいました。あ、面白いの、面白いのは、うん、笹岡西山バッテリー面白いの。面白いですね。喧嘩し始めるの。いやいや、なんか面白いんですよね。何が面白いの。いやだからベストに入ってないでしょ。ベストに入ってない。何が面白いの。なんかあの二人のなんか掛け合いをね、バッターボックスで聞いてるとなんか面白い。掛け合いっていうか、まあ西山さんがブツブツ言ってるだけなんですけど、いやでもあれだもんな、笹岡カムにしてたもんね、はい、ね、もう一つのシーズン全球種ホームラン打ったなんかね、それも市民球場でよく打ってたよなまあそうですね、なんか、ね、そういう印象があるよ、すごく。あれはね、最近、まあ、チームメイトだったでしょ、まあ横浜の時に、うん、佐伯曰く、僕の父親と母親が、まあ、市民球場で見に来てて、僕にサインを教えてたっていうそんなことするか覗きをやってた。そうそうそう、うちの僕の親父が、要するにセンターのバックスクリーンの左側に陣取ってこう双眼鏡で見てキャッチャーのサインをね、でストレートだったら自分が立つ、ああで変化球だったらおふくろが立つみたいななそれやってた。そういう話をやってないですよそういう話をしながら野球をやってましたよ、ね、さあバッテリー、黄金バッテリー、3個バッテリーか。これはね、やっぱりこれはあの小さい時でもいいよ。小さい時見た記憶の中でもいいよ。ああ、そう、あんまりないですね。まあ野球はあんまり見てないもんね。見てないです。やるのが好きだけど、見るのが嫌いだったタイプだ。今もそうですからね。あんまり見るの好きじゃないですか。仕事だああ、そこはまあ別です。別は、まあやっぱりね、僕と佐々木さんですね、まずここは。もうなんていうんですかね、阿吽の呼吸がやっぱり最終的にはもうできましたから。だから、横浜スタジアムだったらあのリリーフカーに乗って来るでしょ、歩いてくるでしょ。で、まあ最初の頃はやっぱりちょっと一言二言こうなんか言葉を交わしたいやしてたんですけど、まあ僕はレギュラー取れてちゃんとで組む回数も増えた時にはもうその降りてきてこうまたぐところのあたりで、まあ、顔色を大体分かって、うん、で、まあ、一言いつもと一緒っていうこの言葉だけなんです、もう最後。かっこいいね、はい、もうそれだけでもう僕はそうだと思うで5球受けて、まあそのぐらい安心感もあったし。そうですね。で僕も、まあ、佐々木さんとも付き合うやつだと長かったんで、うん、まあ大体僕なりに佐々木さんを理解してできてたと思います。まあ佐々木も理解してるもんね。そうですね、僕も理解してくれてた。そうだね、まあ確かに絶対打たれないっていうバッテリーのような気がするよね。思いました。そうだね。はい、2組目。はい、2組目ですか。これはやっぱりね、岩崎と僕ですよ。おお、やっぱ抑えになってくる。やっぱり組んだ数が多いんですよ。あ、まあそうだよね、はい、まあ、それだけ勝ったっていうことなんですよね。だから、まあ、やっぱこの2人っていうのは外せないですけど、なんか印象に残ってることってある？岩瀬は、まあ、
さっきもね最初言ったんですけども2004年から抑えになって、その前は、うん、中継ぎというか、まあうん、セットアッパーですね、うん、それも厳しいところで投げてて、でそれが抑えになって2004年からで、ある程度その年にも結果を残して、うん、次の年かなちょっとね行き詰まったところだったんですよ、すべてあのボールもちょっとこう落ちてきた、ちょっと落ちてきて、うん、でまあ岩瀬ってそういうなんていうんですかね、こう奮い立つようなタイプの性格じゃないんで、どうしてもちょっとこう落ち込むことが多かったんですよね。だからこの中で、まあ、悩んでいるのかをいつも知ったから、試合後一緒に2人でそういう話をして、で、まあ、こうやっていこうやっていこうっていう話を抑えになって2年目かにものすごい時間を2人で取ってやった記憶があるんですよ、うん、まあ、思い入れが深い、深いですねやっぱりね、2人で4000試合出てるからな。そうですねおかしいよな、2人の体力ですね。なあ、じゃあ最後。そうですね、ここは僕と川上健志ですね。まあ僕は4回の人も経験してるんですね、うん、でまあケツから言うと日本シリーズの病、岩瀬の完全リレーですね、うん、でその前、1個前が病、横浜スタジアムで俺やばいコーチのね、ヘッドコーチのですから、で、その次前が山本さん、山本マスさん、名古屋ドームで阪神戦なんです。で、一番僕は初めて、生まれて初めてノーヒットノーランピッチャーを受けたのは健志、まあ、ね、迫力ありましたよ。特別速いわけでもないでしょ。いや、でもね、あ、まあ特別速くはないです。150出ないですから、うん、でも、あ、もうなんかこっちに受ける圧がすごいんですよ。だから近く見えるんですよ、うん、いや、俺ね、川上健信が入団した時に、はい、中日のキャンプ行った時にね、審判の人に聞いたの、はい、そしたら、審判の人がめちゃくちゃ迫力あるっていう話を聞いたの、はい、いや、でも本当かよとか思ったの。やっぱ受けててそうなります。やっぱそれは記録がついたということもあるし、まあ、はい、でまあ今考えてたんですけど、そこまでそのまあ例えばジャイアンツのすごいバッテリーって言っても、うんうん、キャッチャーコロ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 変わったでしょ。まあ確かにそうなんですよ。だから思い浮かばないんですよ、そのバッテリーとして、はい、まずジャイアンツがね、うん、なるほど、はい、で横浜、うん、そんなに勝ったピッチャー正直ないし、まあそうだ、はい、先発 で一番多分数が多かったのは佐々木さんだと思うんですよね、はい、でドラゴンズでしょ、まあ、でカープ誰っていう、まあまあ確かに浮かばないんですよ。ヤクルト、ヤクルトはまああるとしたら古田、高津、うん、やっぱなんかさ面白いのがさ、はい、先発ピッチャーって来ないんだね。ああ、そうですね。だってそんなに勝ってる、勝って長く頑張った先発ピッチャー正直いないですよ。まあまあ確かにね。はい、まあ斉藤正樹と谷繁だったらそこは選ぶでしょ。多分そうなると思うんですよ、ね。まあそうなる。はい。やっぱりだセットで考えるとあんまりないんですよ。なるほど。はい。阪神キャッチャー誰だったんですか。木戸さんですか。木戸とか矢野とかね、そうでしょ、その後ね、はい、木戸さんこんな感じじゃないですか。ああ、だからバッテリーって言ってもやっぱその重の中ではキャッチャー歴でもちろんです、やっぱこう期待、投げてくれるっていう、はい、なるほどね。やっぱポジションによってやっぱ見方違うな。で、まあ、パ・リーグで言うと、まあ、僕から言うと、まあ、伊藤さん、うん、が、まあ、誰を選ぶかなっていうことだと思うんですよ。そこは興味がある、はい、誰選ぶんですかね。まあ例えば渡辺下野とかさ、そうですよね、工藤とかさ、はい、まあそういうところなんでしょうね。まあ各体験、各体験もそうですよね、はい、そこが興味ありますけどね。なるほどね、はい、だからやっぱキャッチャーが誰を指名して選ぶかっていうのは興味あるありますね。なるほどね。多分キャッチャーの人が選ぶのって一番多く受けた人だと思う。ああ、でそれで結果が出た人。なるほどね、はい、だから
抑えがどうしてももう離れないんですよ、僕の頭の。なるほどね。まあ川上健進は初めての人の前やったというね、記録付きのピッチャーを選んだというね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。